ちょっとこれで行かせていただきます。そうオールバックにしてたらもう癖がすごくってねえ、大変だった。劇場の掃除めちゃめちゃ大変だった。そうやっぱりね、普段なかなか掃除できないところも掃除してきたから、おおこんなにこんなにみたいなあこんなに、ああそうかもっていう、お掃除してきました。そうでゴディバもらったゴディバの茎ずっとポッケに入ってたの。眠たい新幹線めっちゃ爆睡してたはずなのに。そうだからレコタイも見れなかった、リアタイできなかった。そうそうそう。なんかちょっと後でね、衣装可愛いよね。なんか一回そのフィッティングしてるところにちょうどいたから衣装見たんだけど、あのあ初めすごい、あなんかネモハもすごい可愛い衣装でやるんだなと思ってたの。そしたらなんか今日ちゃんとみんなの全身を見て、そう。あなんか可愛いだけじゃなくてめちゃめちゃかっこいいじゃんと思って。そうこんばんは。新幹線激混みだったね、すごかった、超混んでた。えでも駅とかもさ人が多くて大変だった。ギフトありがとうございます。そう本当に、そう帰省ラッシュのピーク、ギフトありがとうございます。いやーもう大変大変。うんそう帰ってきたら雪積もってたしね。でねなんか同じ体勢でずっと座ってたらなんか反り腰だからもうめちゃめちゃ痛くって、新幹線座れたの、うんまあなんか早めに乗車変更してみたいな感じ。そうそう早めにあの席取っといて。こんばんは。うんって感じで、なんとかでも人すごかったよ。なんかその駅の中にさ、まあ、緑の窓口みたいなところがあるじゃないですか。もう長蛇長蛇の列、なんか久しぶりにあんなに混んでるの見たと思って。ギフトありがとうございます。そうみんな多分帰省するんだろうね。今ちょうどコロナ少し落ち着いてるし、2時間爆睡したの。うん、なんかあの30分あのまあ起きてて、まあいろいろやってて新幹線の中で、そうあいつこいつちょその後に寝てたね。グリーン車グランクラスで帰ったことないです、ないです。普通の指定席、なんだっけ。なんだっけあ、普通え？プレーンじゃない普通席？あ、そうそう普通席、そう移動中寝てるよ、寝るか、あそう昨日全然ちょっと寝れなかったから、そう寝るかアニメ見るか、なんかまあ仕事の行きだったら、そう行きだったら資料見てるね。まあ劇場もし出るならその劇場の資料とか、レッスンあるならそのレッスン踊るやつの資料とか、そうカルちゃんこんばんは。ひかるちゃんお正月は何をして過ごす予定？決まってない、全然何も。あでもお部屋の掃除したいのと、あとなんかしなきゃいけないって思ってたんだよね。まあ、とりあえず明日ちょっとざっとお部屋の掃除をします。最近アニメ何見る？コナンくんずっと見てる最近は。あギフトありがとうございます。コナンくんでしょ。漫画はねワールドトリガーかな今見てるの。すごいがっつり見てるワールドトリガー、なんか陣雄一が好きすぎてかな。あギフトありがとうございます。ねえ今年あと2年だ、2年じゃねえ長いあと2日だよ。ギフトありがとうございます。あと2日で終わり。
ちゃピエン。もう2日って言ってもだってもう今日終わりかけてるじゃん、あと1日じゃんほぼほぼあと1日じゃんね。あでも明日はだから23時から23時半くらいまでそのあたりのどっかで年越し配信をして、で年越してみんなでウェーイってやったら寝る私は寝る。そうそうそう、今後北陸新幹線は福井の方まで伸びますね。終点じゃなくなっちまうぜ。寝過ごしが一番怖いからな。あれちょっと早く始まった、あそうそう、なんか50分くらいかな、そうちょっとちょうど帰ってる途中だったから50分くらいかなと思ってたら割と早かったそう今日3回目の配信。そうだから福井で起きるありそうだな。まあ基本的に寝過ごすことはないんですけど、あんまり電車とか新幹線そうあんまりなんかないんですけど、まあねそういうこと思ってるとね、なんか急になんかやらかすとかあるからさ、過ごすことないですね基本的に。普通の電車だと寝ない、うん、1時間とか1時間半とか移動が長くても寝ないから、ずっと携帯触ってるから、そう携帯触るか音楽聞くか、そうどっちかだし、なんだよね。金沢駅おしゃれだよね。あ新幹線通ってからめっちゃ変わったからね、いろんな建物できたよ。そうあとはなんかリニューアルって新しくなったり、もう結構変わった変わった。なんかでも昔もうどんなんだったっけって思い出せないんだけど、あんまり。そうあなんかいろんなもんがすごい、なんだろうね、楽しめるなって全然駅で、うんって感じになった。ただいまこんばんは。ちょっとみんなにね、みんなに見せたいものって言ったらあれなんだけど、今日ねあまあ駅にね、東京のね駅、新幹線の駅にね、だね美味しそうなお菓子があったからね、そのお菓子を紹介しようと思う劇場でお手紙とかもらえた？いやちょっとお掃除で行っただけなんでもらえなかったですね。でもきっと生誕の時にいただけると思うので、まずはじゃん、フルーツコロリンレモンかけるいちごのメレンゲ、メレンゲクッキーみたいな感じかな。じゃじゃん、美味しそう。これねいろんなの味あった。あー一つ潰れてるじゃん。なぎちゃんね過ごして終着の北海道について、なぎちゃんに電話したエピソードならあるよ。こんばんは。やばいね、なんか沖縄と、あ沖縄じゃ、沖縄じゃない、どこから沖縄出てきたんや。北海道はやばい。えどうしたの結局、なぎちゃんのところに泊まったとか。えだってさ迎えに来てって大変じゃない無理じゃない。こんばんは。そうわあこれね、焼き菓子、抹茶のクッキー、そう抹茶のクッキーすごいね分厚くてね美味しそうと思って。なんてお店だっけ、なんかちょうどね目の前にあった気がする。そう気づいたら目の前にあって適当にパーッと入っちゃったんだよねはいね、これは本当に、しかもこれあと1個はねめっちゃ珍しい、いちごミルク味のなんかフルーツ寒天。なんか今さなんだっけ、周りが硬くて、あそうそうトサトサトサって書いてある。そうなんかね結構いろんなものが、いろんな県のものが売ってるお店だったの。そうだからこれも広島って書いてあるね、製造のところが。そうフルーツ寒天
私ね寒天本当は苦手なんだけど、なんだっけ、あ、ギフトありがとうございます。なんだっけ、なんかあったじゃん、あの周りカリッとしてて、あ、グミッツル知ってる、ヒカたまに買う、大好きなんだよねあれ。そう、でも今日売り切れてたよ。なんだっけ、ね、なんていうもんだっけ、なんだっけ、あ、琥珀糖、琥珀糖、そう、琥珀糖みたいかなと思って、あの琥珀糖ね、私ずっと食べたかったの。お、同じフルーツ寒天さっき食べた、本当？これなんかクリームソーダみたいなもあったよね、味。そう、あって迷ったんだけどいちごミルクにした。そう、琥珀糖って言って、なんかその寒天とかをちぎって乾燥させて周りをカリカリにさせたもんなんですね。私あの寒天苦手なんだけど、あのずっと本当に食べたくて、食べたいと思って食べたいと思って、そう買っちゃった。もし食べれなかったらお兄ちゃんにでもあげるわ。そう、寒天だから本当に食べれるか分かんない。琥珀糖って調べてみ。そう、一時期ねちょっと流行った気がする。なんかそうね、あのグミッツェルも琥珀糖のも、あ、そうそうそう、グミッツェルみたいな感じ。そう、周りパリッとしてて中はちょっと柔らかい、ちょっとグミなのか寒天なのか、ちょっとそこはね分かんないんだけど、そう、めっちゃ綺麗。そう、琥珀糖、琥珀糖。そうで、なんか自分で作ってもいいんだけど、本当は自分で作るとすっごい甘いらしいの。そうで、お店の方はやっぱりちゃんとね、プロの方が作ってると言うとあれなんですけど、作ってるから、そう気になって買ってみちゃったという私のお菓子紹介でしたそう、また今度このお店行こうね。流行ってたよね一時期ね。もうビジュアルは最高ですよ。これこそ本当インスタ映えみたいな感じ。よう喋るでしょ。うん、ヒカもそう思う。喋るよね、口止まんないね。いや、もう夜テンションよ、きっと夜テンション、夜テンション。え、そうそう、食べられる宝石みたい。そう、見た目はマジで宝石。なんか実際に宝石を見たと、どんな宝石があるのか分かんないから、見たこともそんなないし分かんないけど、なんかその本当に絵とかアニメとかに出てくるような宝石みたいな見た目してる。そうね、すごいわ、考えた人すごいと思って。こんばんは。光って夜型人間じゃないかな。いや、めちゃめちゃ朝型だと思う。なんならどっちもいけるタイプかもね。いや、でもな、夜は眠たくなるんだ。そう、どっちかというと寝たいタイプだから、やっぱり朝型かな。そうそうそう、割とどっちもいけるけど、そう、朝の方が多分得意、起きるのは。やっぱ似合うね、嬉しい。そう、もう今日は帰るだけだからと思って、掃除終わった後にお風呂バッグにしちゃって。あ、でも割といけるんじゃん。そうそうそう、いや、でもちょっと珍しいからキャップにしとこう。そう、こうやってオールバックにして、たまにね、なんかちょっと外出る時とかならオールバック、そうにして、そのまま帽子かぶっちゃうんですよ。そうで、それ帰ってきたんだけど、そう、メイクしてない、眉毛しか描いてない。そう、すごいすっぴん。
そう、あとねキャップはね、これもあります。これねお気に入り、ロデオクラウンワイドボールっていう、ヒカのね好きなあのブランドの帽子、後ろがねリボンなんですよ。すごい可愛い。そう、これなんかちょっと、そう、これも可愛いです。そう、これとあと白色のねキャップを持ってます。私はだからね、なんか色違うやつが今欲しい。ギフトありがとうございます。ただいま。ニューエラ、あ、好き好き、かっこいいよねニューエラ。ツバナがね、いや、ツバはねそんな、あ、こっちはね長いかも、うん、こっちはそんな長くはない。あ、でも言うほど変わんないかも。うん、でもなんかこの被るところが少し深めというか大きいタイプ。ギフトありがとうございます。今化粧してる？全然してない、眉毛しか描いてない。パーカーの上はなんか着てたんやろ。そう、モコモコのあのボアジャケットみたいなの着てました。肌綺麗、ありがとう。でもね、これショールームの画面の効果なんですよきっと。いや、ほんと最近ねお肌ボロボロすぎてちょっと皮膚科に行こうか悩んでる。ニキビがすごくて、ニキビとか、なんかニキビじゃない、なんだろうね、なんか白いなんかが出てきたりすることが多くて。そう、なんかおでことかもね結構ケアしてるんだけど治んないから、もうこれは皮膚科案件だと思って、ちょっと来年皮膚科行こうと思ってる。そうで、ここで今ねコンシーラーでちょっと隠してるんだけど、あの皮むけちゃってそう、鼻触ってたら皮むけちゃってめちゃめちゃ赤くなっちゃったから、もうあと残ると思って。あ、肩のあれもう治ってない。そう、肩にニキビできちゃって、やばいの、大きいのできちゃう、痛い、下着に擦れるところにね。絶対皮膚科行った方がいいと思って、皮膚科行く。栄養不足、いや割と食べてる方だとは思うんだけどね、ストレスかね。そう、ギフトありがとうございますね。なんか何かあったらやっぱり一番病院の先生がさ詳しいからさ、なんか自己判断じゃなくて行った方がいいよね。あ、まあ乾燥はある、それはある、本当にめちゃめちゃ乾燥するもんね、大変本当に。なんか今まですごいお肌あの結構ツルツルで自信あったのに、ここ1年かな、本当にこの1年であの荒れに荒れてすごいんですよ。ちょっと今私はね綺麗なカメラのアップに耐えられないあの肌の荒れをしてるから。え、そうそうそう、マスクするんだよね、そこある、本当にマスクするからあの擦れて、そう結構あの表面やられてる気がする。そうで蒸れるし、なんかそういうのになると結構ニキビが口周りとか、うん、これねコンシーラーで隠してるから目立ってないだけで、多分今撮ったらねすごい赤いの、痛いの、痛いの、早く治ってほしい。なんか今年中に、今年にこんなもん作りたくなかったそう、なんかお薬塗って、お顔洗ってお薬塗って寝ます。明日お昼配信にしよっかな、お昼ごろ。そう、ちょっと朝しようと思ってたんだけど、ちょっと私今オールバックなんでお風呂に入らなきゃいけん。
ギフトありがとうございます。え、そうそうそう、皮むけたの結構がっつり鼻触ってたら、もともとね乾燥でね、すごい薄い皮はむけることはあったので、保湿しなきゃなと思って乳液とかしてたんだけど、そう昨日そしたらなんか結構分厚めになのかな、もう赤くなるくらいむけちゃって、そうマスクかぶりの患者さんが多いです。そうなのか、昼12時頃とか、そうね12時とかかな、お昼配信します。で夜もまた配信しますね。ただいま。ちゃんちゃん、あ、ダメだ、これさちゃダメな気がする。こんばんは。あの、そう痛いの、そう、あの余計しかむけて、あのマスクがねめちゃめちゃ当たるの、そのむけたところに。でもなんかどうしようもできなくって、なんか絆創膏貼るのもなんかあれだし、恥ずかしいし、まずなんかそうだからね、もう薬塗って安静にって感じ。ギフトありがとうございます。いや0時まではやらない、30分くらいまでかな。そうちょっと急に始めちゃってあれなんですけどね、オロナインでいけるかな、違うオロナインじゃないよ、あれなんだっけ、なんだっけな、違うこれ頭痛薬でしょ、あれなんだっけな、オロナインじゃなくて、あれどこやったんだろう、飛行薬、お肌用のお薬どこやったんだろう、これニキビ用なんだよね、この前オロナインじゃなくて、あ、フジアロー、ね、フジアローって知ってる？フジアローって鼻を噛みすぎた時みたいな感じ。いや、もうそれは多分赤くなってるだけなのね、その皮むけないのね、その鼻噛みすぎた時って、もうなんかがっつりもう皮むけたって感じのむけ方をしてるの。このちょっと見えるかな、ちょっとだけこう赤い荒れてる部分あるでしょ、これコンシーラーで一応隠してるからね、わかんないんだけど、めちゃめちゃここ皮むけてるの。ギフトありがとうございます。そうそうそう皮むけてんの、こんなところ皮むけるみたいなそう、でもなんか調べてたら肌の皮膚はあんまり強くないからって、だから多分触りすぎなんだろうね、皮膚が結構触る癖あって、鼻、そう特に乾燥し始めてから気になっちゃう。弱めのステロイド？弱めのステロイドって何？何があるの？ステロイドが分かんないステロイド、あ、ステロイド軟膏ね。全然何があるか分かんないお、薬剤師さんさすがだわ。フジアローは何になるの？マスク立体のがいいんじゃね？そうなんだけど、なんか自分のサイズに合わないとあれだなと思って買ってないんだよね。フジアローはどういうものですか？全然わからんとフジアロー使ってんねんけど。食婦は体に合わないって人もいるし、いるよね、そういう人大変だなと思って。なんか今さ、不織布マスクをつけてくださいっていうところもあるじゃん。そうってなった時に、まあ、もちろんね、なんかその体の状況とかでつけれない子もいるし、不織布が合いませんっていう人もいるから、なんかそうなったらなんか辛いなと思って。なんでまだトナカイ落ちてるの？違ったクワガタだった、うん、あ、あれ大丈夫だ、私のお薬。
は控えようってやってたのに下に持ってかれちゃったかな。富士薬品かな、ちょっとわかんない。そう、家はもう富士ハロそう、あ、富士ハロ、あ、じゃあ富士ハロにしとく、ありがとう。風がすごい風がすごい。ね、みんなお掃除した？お掃除、ね、お仕事の人はちょっとまだできる状況ではないかもしれないけど、お仕事納め終わった人、お掃除しました？あ爪がちぎれちゃった、足の爪が。切らなきゃ。ビタミン B 不足。ビタミン B って何で補える？ビタミン B は何で補える？今日ね、ひじきを買ってきたの全然なんかお肌のこと考えるとかじゃないんだけど、なんかちょっと美味しそうと思ってコンビニで買ってきたのね。明日の朝食べようと思って。うん、フジアロを1日2回くらい塗って収まったら忘れに帰ってなるって、ありがとう。 すごいほうれん草いいね。ほうれん草大好きだよ。ほうれん草のおひたしとかね、大好き。 I love you、 愛してる。あの、そう、野菜の中でもほうれん草はね、大好きの部類に入るから。結局やらずに年越しそうです。それなそれな。しかもさ、あ、掃除しなきゃ、明日は掃除する、イエーイとか言ってるけど、なんかもう何から手つけたらいいのかが全く分かんない。ね、あとチョコラ BB とかのお肌のビタミン取りましょう。はい先生ありがとうございますね、ちょっととりあえず掃除機はかけたいね。掃除機かけて、あ、そうだ、漫画売りに行かなきゃいけないんだった。そう、漫画を売って売りに行くやつをちょっと整理して箱詰めして。こんばんは、いつも綺麗だから掃除なんてしないで。あ、素晴らしい、それは素晴らしい、本当に。こんばんは。うん、そうだな、あと何だろう。売るんや。そう、もうなんか棚に入りきらないから、もう売るという決断に至りました。ルンバありますか？ルンバ欲しいの、もうね。ルンバ、あの、一人暮らししたら、まあ全然する予定もないからあれなんだけど、一人暮らし始めたら絶対ルンバ買おうと思ってるんだよね。そう、まあ一人暮らしだったらそんな広くないからね、なんかなくてもいいんだろうけど、絶対欲しいと思って。もう髪の毛がね結構抜けるわけで、なんかこの色じゃん、黒じゃなくなってからマジで分かんないの、どこに落ちてるか全く分かんなくって。え、そうそうそう、大変なんです。だから、あの、そういうのはね、もうね、ルンバに任しちゃおうって。すき焼きは元旦。そう、数の子はもう本当に好き、大好き、愛してる、本当に好き。なんでこんなに好きなのか分かんないんだけど大好きなの。いや、そうだ、あ、そうそう、去年ね、そう、なんかお兄ちゃんがそのお仕事の時に数の子をもらってきたのね、仕事納めの時に。そう、もらってきて、それをいとこかな、いとこの、そう、あのお母ちゃん、まずお母ちゃんの姉妹だよね、のあが、
調理をして持ってきてくれたのね。なんだっけな、なんかちょっと鰹節とか枝豆とか入ってちょっとそう持ってきてくれて作ってめっちゃ美味しくて、それ食べてからかな好きになった。めっちゃ美味しかった、すごい食べた記憶ある。ヒカのおバカ、あ、そうだね、そうなるそうなる。ナマコ、ナマコはね食べたことない。あ、松前漬けとかいいよね、最高、好き好き。そう、数の子ね好きになって、なんだろうね、食感が好きなのかな。食感、まあもちろん味も好きだけど食感とかが好きかな。うん、卵食べたら光るん絶対好きって言いそう。本当？食べてみたいな。じゃあ、イクラはあんまり得意じゃないんです。そう、イクラちょっと味が濃くって光からしたら、そう、あのちょっと味の濃いもの苦手なんです。そう、あの薄味が好き薄いのが好き、薄め、まあもしくは普通でもまあまあまあ食べるかな。そうだからイクラはヒカからしたら結構濃くって食べれないんですね、あんまり。カニはね食べないです。あ、とびっこは全然いけるよ、とびっこは好き、なんだかんだでご飯のお供が好き。それな、本当にそう、せやせや、よう分かってる。そうね、うん、味の濃いものは苦手です、昔からですね。なんか薄い方が好きで、お雑煮はね食べないです、平野家は。あんまり全く食べないわけではないけど、絶対食べないとかではないけど、そう、おばあちゃんとかね、なんかして食べたりしてはいるけど、基本的にはお餅食べないですね。なんか結構あの聞いてたら食べてる家多いみたいですけど、全く食べないです。こっちは丸いの、いや、ヒカの家はね角餅ですね。石川は丸も角もどっちもなんかいる地域みたいで、地域というかいる県。そう、汁粉も、うん、いやでもね今年はちょっと食べるかもしれない。もんじゃ焼き用に買った餅1個しか使わなかったからね、あと10個くらいね余ってるから消費していかなきゃ、ちょっとカビ生えちゃう。餅は一応買うの、いや普段なら買わないかな、あんまり。うん、あんまり買わないね。うん、なんかお餅買おうみたいにはならない。なんかおばあちゃんがたまに買ってきたりはしてたけど、気持ちは、ま、焼き餅？焼く。え、その何？あのちょっと嫉妬しちゃうみたいなことでよろしいですか？それはしますよ。ね、ファンの人が違うところにいるとやっぱりうんってなっちゃうし。こんばんは。ね。25分になったらランキングいって配信終わろう。餅つきとかしないの？しないですね、まず道具がない。でもね、なんか小学校の頃はその12月の初めの方に
なんか小学校で開いてくれる、小学校っていうか、まあ小学校とそのまあボランティアとかで開いてくれる餅つき大会みたいのがあって、それは行ってたかな。いろんなのあって、きなこもあんこもなんかずんだっぽいのもあって、あ、うぐいすかな、なんだろう、ぽいずんだかな、なんかちょっともあって、なんか磯辺もあったし、美味しいんですよ本当に。つきたてが来るから美味しくって、好きで行ってましたね。ギフトありがとうございます。ね、餅つきしたい、みんなしようみんなしよう、ね、なんかみんなでできたら絶対楽しい。そう、つきたては本当に美味しいのよ、あったかくて柔らかくて。ヒカルに手を叩かれる、あの否定できない否定できない自分がいる、やらかしそう。へ、有楽町の駅前にあるなんかやってるんだ、いいね。うん、餅つき大会絶対楽しいよ。でさ、なんか今ヒカ出したの、今マジ、まあ、でね出したのきなこあんこずんだ磯辺って結構定番じゃん。他にもなんかあるじゃん、まあなんか地域独特なのか、まあそのご家庭によるのか分かんないけど、そうあるじゃん。なんかそういうのも面白いよね、いろんな食べ方して、あ、これ美味しいねみたいな。辛み餅とか言いません？あれ辛み餅って何なんだろう、大根おろしかな。あ、大根おろしだね、辛み餅は。ちょっと どんな食べ方あるのか見てくね。甘辛餅、おお、生ハム巻きだって。昆布のなんかとろろ巻きみたいな、あ、チーズとか乗っけて焼くゴルゴンゾーラチーズ餅。あ、ちょっと25分になっちゃった、ちょっと待ってね、今見たらランキングいくわ。結構あるね、いろんなの考えてますね、やっぱりそれぞれ家庭によって。いいなー、食べたくなっちゃう。ギフトありがとうございますね。絶対美味しい、お腹空いてきちゃうはい、ということでね、ちょっとランキングにね行きたいと思いますね。チーズ絶対最強だと思う。お餅ってさ、パンとかに挟んでさ焼いても絶対美味しいからさ、柔らかくなる。なんかあったんだよねレシピで、それ見て、おお、めっちゃ美味しそうと思って見てたんだけど。はい、それではランキングいきます。13位谷口ひろきさん、12位ざんみにさん、11位かいさん、10位きよしさん、9位ひでくんさん、8位さるきちやっとひかちゅーぶさん、7位ばんちゃん、6位ギャレスアット7レンジャーさん、5位かぼちゃん、4位かっき焼き鳥連合オレンジか。明日もお仕事頑張って、色っぽくお願い。あ、オッケー、明日もお仕事頑張ってなんかちょっとおかしかった気がするけど、まあいいやはい、3位さとちゃん、2位けんとさん、1位ゆうたとひかちゅーぶさんです。ありがとうございます。はい、そしてギフトいきます。けんとさん、ゆうちゃんさん、 WI やっと影の守護神さん、さるきちさん、炎上さん、さとちゃん、オニール大佐さんです。はい、ありがとうございます。呼ばれてない方いますか。その代わり1日から10日に休みます。あー、結構長いじゃん。そうね、じゃあそれを目標に、なんて言ったらいいんだろう、それを糧に頑張ろう。呼ばれてない、あ、かぼちゃんありがとうございます。
ございますございますって言おうとしちゃった噛んじゃった。なんだろう、なんかそのギフトのから名前が消える人はなんでなんだろうね。たまにあのあるじゃん、すごい数人しか出てない、それがすごい気になっちゃう。カッキーさんありがとうございます。本当だ、カッキーさんも消えてる、お名前がどうして本当にどうして困る。あ、俺の職場拘束時間短いけど休みが少ない。あーそうね、どっちを取るかだよね。ちょっと拘束時間朝からちょっと夜までとかちょっと長めだけど、まあなんかちゃんと週1週2とかで休みあるよみたいな、ね、難しいね。明日朝やめるの？お昼かな、お昼にちょっと配信しようと思います。はいかな、なのでお昼、まあ、12時とかかな、うん、またなんかちゃんとした時間は送りますので、755とかなんかプラメかな、ちょっと送りますので、はい。明日は23時か23時半くらいに、まずそのどこかで年越し配信をしますっていうのを覚えておいてください。ということでね、皆さん見に来てくださってありがとうございました。ヒカルンから消えてる、ヒカルンから消えてるってどういうこと、待って待って待って、ヒカルンから消えてる、大丈夫、消えてないよ。あのギフトだったらごめんね。そうギフトはね、ちょっとね、あのなんでかちょっと私も理由わかんない、あの私の心の中にはあのいますよ、ちゃんとちゃんといますよ、本当に皆さんいますね、はい、この中にいます起きててよ、頑張る、ちょっとアラームはかけるようにするわ。はい、ということで皆さん見に来てくださってありがとうございました。ショールーム、インスタグラム755、そしてツイッター、ぜひいいね、コメント、フォローをお願いします。はい、いやー明日で終わっちゃうよね。なんでだろうね、ギフトなんか説明が欲しい、ちょっとそこらへん、ショールームさんちょっと説明が欲しいです、お願いします、どういう仕組みですかはい、ということで皆さんね、見に来てくださってありがとうございましたね。夜遅く本当に急に始めちゃったのに来てくれてありがとうございます。ゆっくり休んでください。それではおやすみなさい、またね、おやすみ、良いお年を。明日で終わっちゃうからね、やり残したこと、明日できそうなことはやろう。お掃除とか、お掃除とか、お掃除とか、お掃除とかね、やろうおやすみ、またね。